ギュスターブ・ジェフロアギュスタブ・ジェフロは、フランスのジャーナリスト、美術批評家、歴史家、小説家、アカデミー、コンクールの創設メンバーの一人。印象派の全容を歴史的に論じた、最初の一人であり、信仰の深かったクロード・モネの伝記の著者として知られる。1855年、パリに生まれる。1880年1月15日より、ジョルジュ・クレマンソーが主催する。 ラジュスティスが見に参加。1884年からは、同志先族の美術批評担当となる。1886年9月、第二定世期に収監されていたオーギュスト・ブランキを、取材するため、ベルイルアンメールを訪れていた際、画家クロードモネと出会う。この取材内容は、遊兵者、ブランキ伝として1897年に、出版された。1892年、 シリーズ、ラビアーティスティックの第一巻を出版し、論考、印象派の歴史を発表。1893年、ジュルナル紙の美術批評欄担当となる。1895年1月6日、レジオンドヌール勲章シュバリエを受訓。1902年、シリーズ、ムーゼイ・ディーン・ヨーロッパの第一巻を出版。1904年、レジオンドヌール勲章オフィシエを受訓。 1908年から没年まで国立ゴブランオリ製作所の所長を務める。アカデミーゴンクールの会員であり、1912年には同アカデミー会長に就任。編集責任者としてビブリオテックでーるアンジナモント・デボーアーツやシリーズメイトラ・アンスイエニー・モーデンズの出版に携わっている。ありがとうございます。